ソーシャルネットワークってあのマーク・ザッカーバーグのことを描いた映画とかとなんか感触が似てるんですよね。で、結局その人工知能の開発っていうその今のスタートアップとかの若者の熱気もそうなんだけど、考えてみると奨励会っていうのもなんか若き天才たちの集う切磋琢磨の場 でそこで今の将棋ってもうどんどんだかみんなが新手を開発して、まあ、イノベーションの競争みたいになってるじゃないですか、だからなんか全体としてなんかねソーシャルネットワークとかにすごく似てて雰囲気が ありがとうございます。そういう感触のある日本映画ってなかなかないんで、うわこれいいなと思って、ソーシャルネットワークすごい参考にしたので。あ、そうなんですね。おかがましいですけど、まあ、同じプロデューサーの同じプログラマーの映画ということで、あ、まあ、そうなんですか。いろいろこう、まあ、もともと大好きな映画でもあるので、はい、あの吉沢亮君があの初めてオタク部屋に入った時の質感、あなんか見てはいけないものを見てしまったみたいな、ね、あの瞬間ですよね、はい、あの瞬間になんか全然違うものに出会って、なんかあの先輩のプログラマーがバンバンってなんかあのこれ読んどけっつってあの本持ってくる印象的なシーンがあるじゃないですか。ああいうところとかすごくいいなと、イニシエーションみたいな感じ、吉沢亮さんって本当にすごい美形の人で、でもいい演技でしたよ ね、 そうですね今回ね、本当にこの時のイメージが強すぎて、いまだにかっこいい吉沢君見るとちょっとあれっていうか大衆演劇の人なんですよね、もともとは、はい、すごいなんかやっぱり存在感ありますよね。すごいですね。でとにかくもう指してだけを完璧にするんだって言って、で本当にもうずっと四六時中駒が下がってたんですよ。おもう多分その始まる前に最初に顔合わせして以降、はいはい、そのショーで賞金をいただいて買った駒をお貸ししまして、はい、ちょっといい駒買って将棋連盟でいい駒を買ってそれをそのままお貸ししまして、ええ、ずっと四六時中触ってて、プロが見てももう今までの長芸が完璧で全く違和感がないと。あそうですか。でそういう若葉君はでも最後の、撮影の一番最終日になった、うん、あのタイトル戦のシーンのところで、はい、格って強いんだっけって聞いてました一切入れてない。ちょっと待って、あ将棋のルールは一切わからないっていう。だけどもう指してだけ完璧、本物の役者ですね。素晴らしいですね。いやこれはねめっちゃ面白い問題なんですよ。でもここまで人工知能が来なかった時に、羽生さんは当時は絶対人工知能とはやりたくないって言ってたんですよ。でそれがあの変だって言うんですよ、その人工知能が、要するに この人はこういう人だろうっていう人格をイメージして対戦するわけですよね。なんだけど AI とかだとなんかすごく変な人がいる感じがしちゃって、それが嫌だから羽生さんは当時は僕はあのコンピューターと将棋やるのはやらないんですって言ってたんですけど、今おそらく羽生さんでも AI とその戦わないと鍛錬できないと思うんですよ。で藤井聡太さんなんかも完全に試合は別として、あのなんていうか研究は AI 相手以外はもうやる意味がないっておっしゃってるじゃないですか。でそうなると今度あのね、あのもう監督よくご存じなんですけど、あの評価値っていうのが出てきて、あの今ね、棋戦とかでもリアルタイムでこれは何パーセント勝率何パーセントでこれは何点とかいうのが出るんだけど、もともと羽生さんが嫌がっていたそういうもう合理性を突き詰めたようななんていうんですか、妙なものが人間の脳の中に逆に入ってきちゃってるんですよね今ね。だから将棋自体が今変質しちゃってるというか、あの将棋って戦型の入り廃りがあるんで、それがもう今 AI 将棋の影響をめちゃくちゃ受けてるっていうのがあって、でもさっき先生のおっしゃったやっぱり相手見ては本当やっぱ棋士やってますね、棋士の先生方は、そのこの人だったらこう指すだろうでこう指すみたいな駆け引きは生まれてるなとは思いますね。それが今ね将棋界に注目が集まってる僕ね深い理由だと思うんですよ。あのつまり人工知能と人間はこれからどう付き合っていくのかっていうことについての一つの実験場が将棋にあって、で藤井聡太さんは明らかに AI で、要するに AI ネイティブの最初の世代、そうですね、で ありとあらゆるところで AI が人間の脳を鍛えるっていう時代になってくるんで、その最先端が今将棋で起こってるっていう、しかもタイトル戦というね最も人間の名誉をかいけたトップレベルの戦いでそれが見られるから、これはたまんないですよね。確かに象徴的なってところありますね、将棋のあれが、そのいわゆる他の AI 対人間 のいろんな事象の一番そこでやっぱ電脳戦のおかげもありますけど、それが出てますね。将棋のプログラムを作ってみたくて。
プロになる夢を諦めた男が見つけた新たな挑戦。定石なんかにとらわれない自由な手を指すんだ。プロ棋士と最強のコンピューター、どちらが強いか。僕が戦うのはあくまで彼が作ったコンピューターソフトなので。勝敗を超えた感動が胸を打つ青春物語。アウェイクがどんどん強くなっていくのが本当に楽しかったんだ。アウェイク。